私、ここにいる。私。人類の歴史、支配者、生体兵器、クロノス、ゾアノイド、ガイバー。そんな巨大なものを相手に、私たちに何ができるのって思う。私たちにできることなんてたかが知れてるって、むちゃくちゃだって。でも翔はそんなこと最初から分かってた。そんなことは最初から十分分かってて、あんなにボロボロになりながら、それでも戦おうとしている。それなのに私は、本当はただ怖いだけ。私だけが逃げようとしている。どうやらここらしいな。タイプ不明のゾアノイドとガイバーが戦っていた場所は凄まじいな。ああ、そっちのはおそらくガイバーのメガスマッシャーだろうが、問題はこっちの後だ。普通の生体レーザーじゃないのか。バモアか何かのレーザーさ。ただし恐ろしく高出力のな。これほど強力なレーザービームを撃てるのは全ゾアノイド中俺ぐらいのはずだ。ではこれは王国にあったガイバーを圧倒する謎のゾアノイドか。この様子だと連絡してきた戦闘工作員はそいつにやられたらしいな。大方ガイバーを狙った攻撃に巻き込まれたんだろうが。ならいいがな。4人終了。どうしたバルカス。申し訳ありません。未だガイバーの実在を捕捉するに至っておりませんが。いやーよい。不活に動くでない。しかしどうにも気になるのじゃ。ガイバーの出現にしてもそうじゃが、そのタイプ不明のゾアノイドというのは特にな。これまでに日本で開発された全てのゾアノイドのデータに目を通してみた。ロストナンバーズのような失敗例も含めてな。だがゼクトール、お前の言うような高出力の生体レーザーを備えた者など一人もおらなんだ。やはり誰も見たことのない、この日本に存在するはずのないゾアノイド。いやー、果たしてそれがゾアノイドであるのやら、それすら定かではないとおっしゃいますと。離せ。待てよ、そやつに触れてはならん。エレゲン電撃しよう。エレゲンダメだ。もう思うように電圧を操れないんだ。今の顔は。エレゲンの体を何者かが侵食しようとしている。笑ってやがるぜ、野郎。くそ、何者だ貴様。アプトル、あのロストナンバーズのか。エレゲン殿を介すれば私と会話できますから。ドクター・バルカス、もともと我らロストナンバーズはゾアロードによるマインドトレースを受けにくい特徴が、私の場合特にあなたによって施された再調整によりそれが極端に進んだわけだが、レシーバーを用いなければあなたと交信できないほどにね。任務を放り出して姿をくらましたかと思えば、今度はこのような真似を。一体何のつもりじゃ。そ刻エレゲンから離れよ。そうはいきませんな。エレゲン殿には私の持用になっていただく。ガイバーとの戦闘で損なった私の肉体を再生するために。エレゲンではタイプ不明のゾアノイドとはこいつか。貴様、どのようにしてそのような能力を。ドクター・バルカス、あなたともあろうお方ならうすうす気づいておられるはず。あなたは私をいじりすぎたのだ。私があなた方ゾアロードの精神支配から解き放たれていることはすでにお気づきの通り。そう、私はすでにゾアノイドなどというちっぽけな存在ではない。度重なる調整実験、私を別種の生命体に進化させたのだ。このように他の生物を体内に取り込み、その肉をエネルギーに変換しつつ、優れた形質は己のものとし、より完全なバトルクリーチャーを目指して進化を続ける。これが今の私だ。なんという。私はあなたにとって格好の実験素材だったかもしれないが、ご自分の実験が私の体にどんな変化をもたらしたのか、もっと留意すべきでしたが。おっと、どうやらエレゲン殿の肉体は私の体とほぼ同化したようだ。ドクター、あなたの思念波がかすれ始めている。ではごきげんよう、ドクター・バルカス。セイスト、ダゼル、ダスト、この裏切り者を始末せい。おのれ、よくもエレゲンを地獄の豪華で焼き尽くしてくれるわ。このくらいの熱ならどうということはありませんが。そうか、エレゲンの体は熱に強かった。ちれダゼル、おのれ、ゼクソル、俺に任せろ。前段発射。やったか。なかなか面白い武器を持っておられる。この次はあなたがターゲットだ、ガスター殿。それまで命を落とされぬよう。アプトム、恐るべきやつ。水木、水木、どうか無事でいてくれ。水木、よかった、無事で。遅い。一体いつまで待たせるのよ。翔のいない間にゾアノイドがここへ来ることだってあるんだから、一目散に戻ってこなきゃダメでしょ。あ、でももだってもないの。だいたいさ、ショーは昔からそうなんだよね。何があっても必ず出遅れるくせに、一回外に出ちゃうと帰ってこないし、どこに行ってるのかわからなくなっちゃうし。もう子供じゃないんだから、そういう癖直しなさい。ねえ。あの、ごめん。なんちゃって。よかった。無事でよかった。水木。本当によかった。もう戻ってこないかと思った。水木。言ったじゃないか。水木のことは俺が守るって。翔、私もう大丈夫だから。え？私もう逃げ出したりしない。だって。翔が、みんながいる場所が私の居場所だって分かったから。だから、翔。おはよう、みずき。お腹すいたね。うん。昨日食べたっきりだもんね。そうだね。これからどうしたらいいのかな。兄貴たちどうなったのかな。みずき、とりあえず俺たちだけでも安全な場所に行こう。安全な場所？そう、いっそのことなるべく人の多い場所に行ってみよう。そうすれば哲郎さんたちと連絡も取れるかもしれないし。人の多いところ？ああ、クロノスもそう簡単に一般人の前でゾアノイドにはなれないだろうし、人混みの中に入ってしまえば手出しできないと思うんだ。そうね。そんな手しか思いつかないけど、でも今はやれるだけのことをやってみよう。人に紛れてしまえばなんとかなるさ。とりあえず一番近そうな町に行ってみよう。うん。深町翔、瀬川瑞希の両名を発見しました。場所は竹城町3丁目の商店街です。昨夜来どこに姿をくらましたかと思えば、重火してでも取り押さえよ。しかし構わん、非常事態じゃ。いざとなれば町全域を緊急封鎖する用意もある。了解。翔、水木、走るぞ。お、なんだあ。まさか。こんな街中でゾアノイドに。ガス爆発か？食傷しました。やはり深町翔はガイバー1は復活しています。ドクター、ここはやはり我々に出動命令を。いや、あのアプトンめのこともある。今しばらく待機しておれ。それにお主らが出ずとも奴を追い詰める策はあるでのう。を巻き込みたくなくて思い切り戦えないんだね。え、あんた大変だよ。警察に連絡した方がいいんじゃないかい。ねえ、あんたったらどうしたの？しっかりしてくれよ。白町の人たちがゾアノイドに。ない。だってパパねえパパ、頭痛いの？ねえパパ大丈夫？いつみがお医者さん連れてってあげようかねえパ分かってる。でもとにかくこのまま抜け出さなくては。美月、しっかり捕まっててくれ。あの人たちって。ああ、おそらく自分でも知らないうちにツアノイドに調整されていたんだろう。彼らは思念派の指令によって重化し、自我を奪われて戦いに駆り立てられているんだ。ひどい。それじゃまるでそうさ、父さんの時と同じだ。翔水木、捕まれ。逃げるのは無理か。奴らの格好の標的になるだけだ。もう少しだ。もう少し行けば人気のないところに出るはず。もう大丈夫だ水木、ここまで来れば。かかったな、ガイバー。何？さあ我々と来てもらおう。もちろん職相を解いてだ。それとも我々を皆殺しにしてでもこの包囲陣を突破するのかね。ここにいるゾアノイドはほとんどがお前の父親と同じ境遇の者たちだぞ。翔、観念しろ深町翔。お前はこいつらとは戦えん。深町はどうだか知らねえ。俺は戦えるぜ。ガイバー3。牧島さん、下がっている。なぜこんな。一旦ゾアノイドに調整されてしまったら二度と元の体には戻れんだ。奴らを救う方法があるとしたら、一思いにあの世に送ってやることくらいだ。それともお前はつまらん同情心から彼女ともども奴らの手に落ちてもいいというのか。それはさあ、ぼやぼやしてると新手が来る。行くぞ。急げ、瀬川たちも待っている。牧島さん、兄たちは無事なんですか？安心したまえ、みんな無事だ。みんなが無事。俺たちは今あるところにかくまわれている。みんなそこで君たちを待っているよ。あるところって。驚くなよ。水上山レリックスポイント再火葬さ。